はい、どうも皆さん、セクシープリポコです。はい、ということで、皆さん、J リーグのお時間がやってまいりました。第31節、アビスパ福岡バーサス横浜 F マリノスの一戦をお送りしていきたいと思います。ちょっと顔出すのする、ちょっとごめんね。顔出すんで待っててください。ちょっと一個だけね、今日はあの、皆さんにお願いがあって、プリポコさん、口内炎が今ちょっとめちゃくちゃ痛くて、滑舌が死んでますけども、ご了承くださいっていうことだけお願いします。さあさあ、顔出てきたかな。はい。さあ、今日プリポコさんはね、ダゾンの方で、参戦しましたので、こんにちはで、お、アマミカさん、こんにちは、いらっしゃいませ。よかったら、レクシってね。今日プリポコさんね、ダゾンの方で観戦しますので、多分地上波で見てる方はね、地上波の方が多分早いと思うんで、ネタバレだけね、気をつけていただければいいかなと思います。現地から、お、2万人プロジェクトね、それの代わりに中山きんに君さん見てきてくれ。お願いします。この辺が痛えな。そう、今日中山きんに君さん来てるからね、俺正直来たかったんだよな。代わりに。パワーって聞こえた。すげえすげえ、きんに君さんだ。すげえ、めちゃくちゃ好きなんよな、きんに君さん。すげえ、中山きんに君さん、すげえ、いいな。ハーフタイムショー見たかったな、普通に。お洋服の中ピンクのやつ巻いてる。レディースデー的なやつ今日は。アビスパレディースデーか。さあさあ、まあまあね、調子は悪くないと思うんで、まあ今日はしっかりとね、強豪マリノスに勝って、そしてね、国立ルヴァンカップ決勝に向けて、ね、勢いをつけてほしいですね。さあ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 ちゃんと中山きんに孔明作ってる人いるんだけどちゃんと作ってる人いるな、素晴らしいな、意識が高すぎる。さあさあ、今日は一体どんな試合展開になるのか注目していきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、サネトゥーが今日来てますからね。サネトゥーが、サネトゥーさん、お久しぶりです。さあさあ、今日は一体どんな展開になるのか注目していきましょう。マジで口内が痛くてね、ちょっと今日あんま喋れんくてね、ほんとごめんね、みんな。あ、地上波で見る方は一緒にプリポコさんと地上波で一緒に見ましょう。あれ、ダゾンだった、ごめん。お、バーもやってんな。じゃあバーも行きましょう、僕たちも。よし、それではタオルを掲げて行きましょう。バーもアビスパクオカ、我らといつの共に、バーもアビスパクオカ、我らといつの共に、バーもアビスパクオカ、我らといつの共に。今日入ってくるの早いな。さあ、もう間もなく選手が入ってきます。さあ、今日は一体どんな試合展開を見せてくれるのか注目していきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、今審判を先頭に選手が入ってきました。今日は白のユニフォームがアビスパ福岡、そして青いユニフォームが横浜 F マリノスとなっております。今日はね、福岡スペシャルユニフォームで登場です。さあ、今日は負けられない戦いがここにあります。まあ、マリノスは本当に優勝を向けて、福岡、ルヴァンに向けて、ルヴァンタイトルに向けて、お互いね、やっぱ負けられない試合となります。まあ、熱い試合になるのは間違いないと思うんで、そんな熱い試合をね、プリポコさんと一緒に見ていきましょう。よろしくお願いいたしまーす。さあ、なんとかね、今日は、いや、マリノスですからね、あれ強いですからね。まあ、今日は集中していきたいですね。うわ、マリノスの応援もすげえな、やっぱ。さあ、今日もね、奈良ちゃんがキャプテンマークを巻いて頑張ってくれますからね、奈良ちゃん。よろしくお願いします。
いやー今日楽しみですね、リーグ戦。早くキックオフが見たい。そして今日もね、井手口さんの活躍を僕は期待しようかな。もう井手口さん今福岡に一番欠かせない存在といっても過言ではないですからね。井手口さんがうまくボールを散らしてくれること。まあ、あわよくばね、井手口さんのスーパーミドルシュートがね、僕は見たいんで、まあ、そこもちょっと期待しながら行きましょう。マジでコーナー痛い。ごめん。さあ。今日はセレモニーが長めでございます。マリノスもすごいな、応援がやっぱ。コーナー痛い。さあ。さあ、極力やっぱね、リーグ戦もね、リーグ戦も一つでも上の順に行くためにも福岡はやっぱね、負けられないです。やっぱね、マリノスというやっぱ強敵に勝つことによってやっぱね、ルヴァンカップものすごく自信つくと思うんで、まあそういった意味でもね、しっかりと今日は負けずに戦ってほしいですね。さあ、今日もいつものスタメンですね。ただ湯沢がいないんでちょっと心配ですね。湯沢がちょっとどうしたんだっていうことぐらいですけれども、まあ湯沢がいなくても前島くんがきっちりと見せてくれるんで大丈夫でしょう。さあ、スタメンです。ゴールキーパーは村神様。センターバックは奈良ちゃん、グローリー、ミヤ。右に伊太、左に小田ちゃん、ボランチに前、井手口。トップ下に、テケシとコンちゃん。トップに山岸という。まあ、いつもの見慣れたメンバーでございますね。さあ、奈良ちゃん復帰です。まあ、奈良ちゃんはね、ちょっとね、休まないとね、やっぱ。ダメだから。君は休め。さあ、奈良ちゃん今日頼みます。よろしくお願いします。さあ、今日もディフェンス陣のね、ディフェンスがやっぱ今日も試されるんで、やっぱね、最近なかなかゼロで抑えれてないんで、やっぱゼロでしっかりと抑えたいですよね。さあ、今、両キャプテンがハイタッチを交わします。さあ、今日も審判の皆様よろしくお願いします。さあさあ。マジこの辺が痛くて喋れねえ。ごめんね、マジで。今日ちょっといつもより、数が少ないか、滑舌が悪いかどっちかになるけど、ちょっとごめんね。息苦しいかもしらんけども、まあ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 。まあ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 、という感じで。はい。よろしくお願いします。さあ今日も横浜はね、やっぱ攻撃力がすごい高いチームですからね。まあ、そこにね、負けないように頑張ってほしいですね。さあ。発生環境頼みますよ。さあ、もう間もなくキックオフです。早く始まってほしいな。ワクワクするぜ。さあさあ。今日はピンクリボンデーなのか、なんかこういう感じの日らしいですね、今日は。さあ、どっちからキックオフ始まるんだろうね。さあさあ、いや今日マリノスもやっぱ負けられないですからね、怖いですよ。やっぱマリノスも気合入れて多分今日ね来ると思うんで、負けずに戦っていきたい。さあさあさあ、来るよ。どっちからだ、どっちからだ。キックオフはアビスパからのキックオフですね。はい、それではボールが入りました。はい、第31節、アビスパ国家 VS 横浜 F ナイロスの一戦をお送りしていきたいと思います。さあ、前半はアビスパの帰国から始まりましたけども、これがどうなってくるのか注目しながらいきたいですね。さあ、まずは、マリノスがボールを回収していきますね。まあ、福岡はまず福岡らしくディフェンスから行きたいところですけども。さあ、ここはマリノスが縦に1本入れるか、ここは山岸が途中で奪って、さあ、コンちゃんに抜けるか、これはちょっとボールがでかすぎたか。どんまいどんまい。まあ、まだね、始まったばっかですからね。村神様帽子かぶってる。村神様帽子かぶってる。かわいい。かわいいな。そんなことあるんや。なかなかね、
ゴールキーパーが帽子をかぶるってね、なんかキャプテン翼でしかキャプツバでしか見たことない。初めて見るかも俺。ヨネックス帽子かぶってましたね。確かに今日なんか日差し強そうよね。さあ弾き返す山岸、収めれるか。これは焦って、さあコンちゃんが裏抜きを狙う。これはオフサイドはない。さあコンちゃんが収める。さあここはクロスまでいけるか。さあクロスを上げて、低いボールはディフェンスに弾かれるが、ここはヨータいけるか。ヨータはギリ届かないが、オッケー、マイちゃんが引っ掛けた。ナイス、オッケー。さあ奈良ちゃん縦にここは行きますね。さあここは左に展開、イツキ届く。イツキが来ますね。さあイツキから提携心に、これちょっと通らないか。これはマイボー。まあどんまいどんまいどんまい、まあ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 悪くない判断ですよ。意外とアビスパ頑張ってますね。そんなに悪くはない。さあスローインを入れる。さあコンちゃんが追っていきますね。さあヨータもここから積み通し。さあヨータはここで一旦見ますね。さあ縦に入ってくる。さあここはちょっとタッチが大きくなるが、しっかりとまだマリノスが持っている。さあ右から攻めてきそうだな。縦に入れてきて、これはちょっと味方に当たってるんで、しっかりとここは冷静に、冷静に村上様がキャッチ。帽子かぶってるの可愛いな。すげえ、なんか新鮮だ、選手が帽子かぶってるのって。ね。てか、帽子 OK なんだねっていうところに俺はびっくりした。ちょっと Twitter で話題になってるんだろうな。さあ、ここは弾いて、ミヤが競って、はい、マイボールにしますね。素晴らしい。さあさあ。さあ、ここはスローインですね。さあさあ、行こうぜ行こうぜ。さあ、最初のシュートはどちらに割れるのか。さあ、ミヤがボールをふわっと入れてか、これは山岸が落として、小田にはちょっと取らない。こんにちは、夢ドラさん。こんにちは、いらっしゃいませ。よかったらびっくりしててね。今日第31節、アビスポ、ここは VS、横浜 F ・マリノスの一戦を送りしております。今日はプリポコさん、口内炎が痛くてちょっと滑舌が悪いですけども、許してくれ。さあ、右からふわっと浮かせてきた。これは、いつき負けんなよ。いつき負けんなよ。いつき負けんなよ。さあ、ここクロス入れがいつきが弾いて、ここは井出口さんがクリア。山岸に収まるかってところで、ファールをもらう。ナイス。ナイスナイス。上手上手。さあ、ファールをもらってマイボールになりました。さあ、ここからね、うまくいきたいですね。しっかり胸トラで収めて、お、サネット、おい、サネット、サネットじゃん。サネットさん、お久しぶりですね。サネット、でももうジョーゴかウェリントンぐらい、金森がギリわかるかぐらいじゃない、もしかしたら。そう、結構長かったよね、サネット、福岡にいた時間が。さあここはキーパーが持ってかわしますね。さあキーパー落ち着いてますね、マリノスは。さあここ持っていくが、さあこれ抜けたらまずい。さあこれはグローリーがつきます。井出口さんが中に入る。うわ、ナイスー、ナイスすぎる。ただこれ弾かれて、もう一回蹴り返す。オッケー、まあ前誰もらんけど一旦それでいいよ。よしよし、オッケーオッケーオッケー。そう、今日はねサポーター多いからね、雰囲気作りもいいですよ、スタジアムのね。ファイトって、ファイト頑張ってほしい。さあ、いつもよりかはね、多いですよ、観客間違いなく。さあ、これ、ヨータ、前島くん、ナイスクロス、ナイスナイス。ナイスクリア。いいよ。もう、それでいい。はっきりとクリアするの大事だからね。さあ、ここボールが入ってくるよ、気をつけたい。さあ、マリノスがボールを運びますね。まあ、今日はね、やっぱマリノスがボールを保持する時間が、長くなりそうなので、アビスパおーおれーってね、今日はいい雰囲気でやってますよ、会場はね。まあ、現地はきっといい雰囲気なんでね、プリポコさんはこのオンラインからね、盛り上げていきたいですね。さあ、次は応援聞こえる。アビスパおーおれーって聞こえるね。よし、いいよ、いいよ。さあ、ここはまあ、マリノスが持つか。まあまあじっくり我慢していきましょう。ただラインがね下がりすぎないように注意してほしいですね。さあヨータ、コンちゃんも行く。さあマリノスは一旦ここはボールを回しながら見ますね。さあここはヨータが入っていく。さあただここはコンちゃんにはちょっとギリ通らないか。まあ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 
まあまあいいよ、一旦ね。オッケー、奪ったさ、山岸に通る。さあ、ここコンちゃんが走り出す。いや、コンちゃん撃ってもいいと思ったけどな、今の。コンちゃん撃って。弾いて、ゴールの上。小田ちゃんか。まあ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 、いいよいいよ。さあ、最初のコーナーはウィスパでしたね。ちょっと今日なんかインターネットが不安定だ。ごめんね。さあさあ。今日インターネットが不安定やから、ちょっと、僕の配信結構遅いかもしれない。ごめんね。なんかプリポカさんの配信遅いなと思ったら多分ね、一回ね、開き直してもらったらね、プリポカさんの配信を。開き直してもらったら多分ね、戻ると思うんで、よろしくお願いします。さあ、奪い返したが、ここは前ちょっと誰もいないキーパー前進しますね。さあ、今度は左に素早く切り替えていく。じゃあ、これは出口さんファウルになる、どんまい。出口さん、どんまい。さあ。出口さん、ここは倒してしまいましたね。さあ、ここは挟み込んで奪っていく、ファウルはない。さあ、舞ちゃん来てるよ、後ろ気をつけて。ここは、ギリ触れるか。触るが、前にのすが回収していく。ただまだあるよ。撃ってくるよ。気をつけて。危なーい。まだ残ってる。気合で守れ。オッケー。ナイスブロック。オッケー、オッケー。ナイスコーナー、ナイスコーナー。さあ。ちょっと危なかったね。グローリーが危なかった。よう防いだ、よう防いだ。村上さんは帽子したまますんの。まあまあまあ、大丈夫か。大丈夫でしょう。ああ、村上様のキックじゃなかった。相手のコーナーキック、村上様弾いてくれ。さあ、ボールを切り入れます。さあ、ボールが入る、気をつけて。オッケー。手消し、手消し、ナイス。手消しクリア、手消しがクリアしましたね。一旦ここは逃れます。オッケーオッケー、いいよ。高さありますからね、福岡。まあでも最近ほんとセットプレーでやられることが多いんで、ここは気をつけたいですね。さあ、まだマリノスが持ちますね。やっぱ今日はマリノスがやっぱ持つ時間が増えそうですね。じゃあ、コンちゃんには通る。じゃあ、山岸に抜けるかってところはキーパーが出ている。いや、ここキーパー冷静ですね。キーパーが冷静な対応をしました。さあ。よしよし、いいよいいよ。さあ、シュートまで行きたいね、福岡。やっぱ、ニアちゃん。さあ、ここ、いつきが下がってきますね。村上さんまだ戻す。村上さんもキック。さあ、行こう。ここはしっかり体勢狙って、セカンド、いつきを狙います。いつきちゃん。迷子。マリノスか。まあ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 。まあ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 。悪ない悪ない。いつき。さあ、ここマリノスがボール繋げてきますが、ここはライン割って福岡のボール。オッケーオッケー。シュートまで行きたいな。頼むぜ。まーもわもわもー。あー、ビスパフクオカ。さあ、ここ走り出しているが、ラインを割っていますね。どんまいどんまい。ちょっと攻撃がまだ合ってないね。あー、ビスパフクオカ。さあ、スローインが入る。マリノスの応援もでかいな、やっぱ。片手に入る。さあ、コンちゃんもちょっと行こうとするが、ここはボール持っていきますね。さあ、山岸もここは狙っていくが、一旦ここは待ちます。さあ、コンちゃん前から詰めていく。さあ、ここはうまく通っていきますね。さあ、ヨータ気をつけて。ナイスヨータ。ファイファールないよ。ないよないよ。さあ、ここ山岸が落として、コンちゃん間に合うか、残らないかー。どんまーい。コンちゃん、どんまい、どんまい。あれ通れば熱かったね。いいよ、いいよ。ね、コンちゃんはやっぱ今日も調子が良さそうですね。さあ、マリノスがスローイン。さあ、ここは残して、ボールをコントロールするが、OK、ナイス。ヨータがしっかりと弾きました。さあ、村上様、いいキックを見せてくれ。さあ、蹴り返す。山岸、
落として金森が追う。金森触ってくれ。金森触れないか。金森ちゃんヘディングにあんま得意じゃないんですよね。まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。まあまだね、ここまでこう、やられ、危ないっていうシーンはまだまだあんまりないので、まあディフェンスは悪くないと思う。ただやっぱボールが変わる回数が、ボールを触る回数が少ないから、その少ない中でしっかりとね、チャンスを掴んでいきたいですね。簡単に失わないようにはしたい、福岡的には。さあ、左から行く。ヨータも詰めます。さあ、ここは一旦逃れますね。さあ、縦を狙ってきた。これは合わない。危ない。危ない、危ない。危ないよ。よし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 。なんとか耐えております。オフサイドだよね。よしよし。ラインコントロールもバッチリやな。大丈夫です。今日のアビスパは大丈夫です。さあ、行くぞ。盛り上がれ。そして全てをかけよう。暑、今日暑くね、なんか。スタジアム暑そうやな。家によっても暑いもん。セカンド、いつき。さあ、誰か拾ってほしい。ここは舞ちゃんも詰めますね。オッケー。なかなかセカンド拾えてないね、今日は。さあ、井出口さんもちょっと顔出しますね。さあ、今日はまだ井出口さんのまだ出番が少ない。おー、バッターナイス！中盤で粘った！コンちゃん抜けるか？コンちゃん抜けるか？これは抜けてくれ！まあ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 、残っ、スローに入れる。いいね、早いよ。ナイスリスタート。ヨータ入れろ。さあ、どうする、ヨータ。これは気をつけて、耐えろ。残って、浮かせて、山岸から、誰か入ってこい。誰もいないが、ライン割って、交換スローイン。まあ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 。じわじわとね、ゴール前に入ってきましたよ、じわじわと。今日はプリポコさん調子いい方ですか？まあ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 、これからやな。ぼち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 。さあ、ヨータが入れる。ここは抜けて、こん、金森、金森！サネトゥー、お前サネトゥー、金森大丈夫？金森大丈夫？サネトゥー先輩、ちょっと。まあ、ぼちぼちやね。なんかめちゃめちゃ調子いいっていうわけじゃなさそうやけど。まあ、めちゃめちゃ悪いってわけでもないって。なんかまだまだ始まったばっかやからね。まあ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 、まだ始まったばっかやからね。まだお互いにそれなりの決定機はないんで。まあ、こっちがいいとかこっちが悪いとかってのはまあまだないですね。お互いまだちょっと、これからどうしようという感じですね。テケシ頑張れ。テケシのゴール見たいんじゃ。さあ、村上様のボールで。さあ、一旦キャッチしてこれは、キックするかな。いや、一回蹴りますね。ほい、よいしょー。さあ、セカンドー。山岸を狙うが、これは、福岡ボール。大丈夫か？いや、今日、球際激しいですね。うわー、着地が。着地がちょっと、危ない。大丈夫か？着地がちょっとあんま良くなかったね。大丈夫？お互い怪我せんでほしいね、やっぱ。アビスパもマリノスも怪我はしてほしくない。さあ。なんとか大丈夫そうではありますね。つか、暑い！暑い！暑い今日。この部屋、エアコンないんだ。ちょっと引っ越したばっかでね、ちょっとなかなか、ピリポコさんも自分の家に慣れてないんで。さあ、スローイン。さあ、福岡のボールからですね。さあ、ここ入れてくる。さあ、弾き返すが、井出口さんが弾いて、山岸が落としたいが、これは、まだ山岸残して、さあ、高森が右に流れてきている。さあ、一旦コンちゃんに預けるか、仕掛けるか。おお、ここは一旦出口さんへ。出口さんどうする？一旦コンちゃん。さあ、右にいっぱい人がいるよ。さあ、コンちゃん右足で開けるんじゃない？ここはちょっと合わなかったか。どんまいどんまい。悪くないんだけどね。シュートまで行きたいよな、福岡はやっぱ。こんちゃん調子いいよ。さあ。
ここは前から冷たいですね。さあ縦に入れてくる。さあグローリーさん、よいしょ、弾いてフォアを胸で落とします。さあ縦に入れていくが、これちょっとコンちゃんには通らない。浮かせて、まだマリノス残してますね。さあグローリー頭で弾いて、コンちゃんにはギリ通らないが、出口さん奪いきれ、これは残すけど、奪われてしまう。ただここはいいね、マイちゃんが残す。さあマイちゃんから一旦ここはテケシですね、テケシから左へ、悪くない悪くないね。ボランチのコンビネーションが良くなってますよね。出口さん本当ありがとう、いつも。さあミヤちゃん、ここは蹴らずに立て、マイちゃんからイツキへ。さあ金森がここ要求するか、金森どうするか。金森は中に入ってますね、外には抜けない感じか。出口さんからミヤ、ちょっとこれはずれてしまった、大丈夫か、ちょっとずれてしまったのはもったいない。さあミヤちゃん、ここは一旦キーパーに戻します。さあ村上様来てるよ、気をつけてね。さあセカンド、イツキ残せ、マイボ、いやこれは残ってマリノスが触るが、これはファウルになります。ど前ナラちゃんか、いやイツキやろ、イツキやろイツキやすぐファウルするもん、イツキちゃん気をつけて。いいよ、でも気持ちで負けてないからね。オッケーオッケーオッケー。さあやばすぎやばすぎ、やばいよアビスパ頑張れ。さあボールを回していきますね。さあ縦に入ってくる。さあここは通って、うわー早っ早っ早ー、なんか最近ぬるっとやられるねびっくりするぐらい。強これ通るか、ちょっとディフェンス、ちょっと自由にさせすぎじゃね、ちょっとあーちょっとまずいな、川崎に負けてからちょっとやばいぞ。やばい、得点王に貢献をしちゃった。やばいな、ちょっとなんかやっぱ良くなさそうやな。出口さん残す、 OK。 さあグローリー縦日本、これは山岸に通る、 OK。 じゃあ舞ちゃんか。さあ舞ちゃんからここは惜しい、金森を狙ったボール、出口さんは一旦落とす。いいよ、いつき仕掛けろ、いつきボールが乱れた。さあ浮かせてそらすが、これはマリノスのディフェンスが回収、クリア。さあミヤが一旦クリアするが、これはもう一旦逃れますね。やばいね、やられるの早いて。最近ゼロで抑えれんよね、難しい。さあ前半で追いつきたいね。さあ左に入る、これはラインは割っていない。縦についてくる、これは奈良ちゃんがついてますね、 OK。 村上様クリア、山岸も追って競っていくが、陽太回収、コンちゃん OK、 ナイスコンちゃん、ナイスフィント、いいね、いいよコンちゃん、いいよコンちゃん、いいよ。前島くん、おっと前島くんまずい、危ねー、前島くん危ないよ、大丈夫か。さあちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと待ってね、さあ村上様キックしていく。さあなかなかちょっとセカンド拾えてないよ今日、どうしたどうした、頑張れ頑張れ、セカンド拾っていこうぜ。
舞ちゃんも前に出るんですけどね、なかなかボールが入ってきませんね。福岡の攻撃もちょっとなかなか活性化したいところではあるんですけれども、なかなか活性化しないな。やばいな、ちょっとやっぱきついな。いけるか。さあさあ、ボールを回していきます。さあ、なんとかシュートまで行ってほしいけど、マリノスがボール持つね。まあ、マリノスもやっぱ優勝かかってますからね、負けられないっていうところでもマリノスの気持ちも出てますからね、負けないようにしてほしい。さあ、マリノス強いね。さあ、左へ変えていく。さあ、ここヨータはちょっと出ませんね。いやー、しんどう。しんどいよ。なかなかディフェンスも前からはまらんね、今日は。さあ、ヨータ出てくる。打ちを通すが、ここは井出口さんがカットするが、それはちょっと通らない。コンちゃんにはちょっと合いませんでしたね。悪くないんやけどね。いやー、ちょっとルーズボール、セカンドボール拾いたいのはちょっと辛いね。山岸をかわしていく。さあ、キーパーまで戻しますね。マリノス落ち着いてますね。やっぱ先制してからかなり余裕が出てますね。さあ、縦に1本入る。さあ、グローリーがこれは一旦弾いてライン割りますね。あー、全然前に行けんな。全然前に行けんな。さあ、ヨータ。ちょっと自利品やね。なかなかマイボールにできないな。いやー、マリノスが伸び伸びとサッカーしてますよ、これは。さあ、これは、いつきが回収。さあ、いつきつなげてくれ。さあ、まえちゃん。いいねー。さあ、まえからここは一旦、こんちゃん。さあ、ヨータが上がっていく。ヨータ行け！ヨータ上がれ！そう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 。オッケー！ヨータゴー！さあ、ヨータ中に切り込んでいく。切り込んでいく。ちょっとまずい。あー、もったいない。悪くはないんやけど。悪くはないんやけどな。さあ、まえちゃんもここ奪いに行きたい。ナイス！よ、足かけた！金森残せ！金森残らないか。ちょっとまずいね。さあ、戻れ戻れ。ねえ、コメント早いって。コメントネタバレしないで、ちょっともう。コメント早い。プリポコさん出すの遅いんだから、ちょっとリアクションするまで待って。あー、早いのー。今日ダゾーンよ、プリポコさん。ダゾーンやけんめっちゃ遅いです。あ、みんなより2分ぐらい遅い。2分は嘘。2分は嘘だけど、多分30秒ぐらい遅い。あー、せっかくあんだけ人入っとるのにさ、株価下がるで、アビスパの。こんなボロ負けしたら。もう今日配信やめる？早いよー。何しよるん。山岸残す。ファルはない。いやー、やばいなー。今日全然ダメだ。1点失点したからもう全然ダメだ。攻撃も全然合ってない。ディフェンスもちょっとダメやし。どうしたどうした。さあ、グローリー。
いやー、1点返せ、とりあえず1点返してほしいな。マージで川崎に抜かれるぜ、順位このままじゃ。強えな横浜。知ってたけど強えな。さあセカンドヨータ残せ。ライン待てない。さあライン待てないよ、こんちゃん。右にもヨータいるよ、ヨータいるよ。なあ、もったい。全然ダメだ今日ボールが。ああ奈良ちゃんファールだ。まあカードなくてよかった。さあシュートまでいけてないなマジで。シュートまでいってほしいなとりあえず。さあキーパーまで戻るね。早いよ2失点早すぎるて。井手口さん、ナイス。どうする？さあ、ここちょっと間を狙うが誰も入ってこない。ミヤちゃん、抜かれんなよ。さあ、ここまで入ってくる。気をつけたい。ミヤ、ナイスミヤ、オッケー。危ない、危ない。3点目とか勘弁してよ。オフサイドか。もう3失点いたらみんな帰るでマジで。小田ナイス、いつきナイス。さあグローリー浮かせて、ここは通らない。ただ弾かしてコンちゃん、ちょっとオフサイドポジションっぽい。さあコンちゃん残せたいがディフェンサー軸。オフサイド、オフサイド取られたか。いやー前半で1点落ちてほしいな。ちょっとまずいね。ちょっとリーグ戦2連敗で国立に向かいたくはないね正直。さあここつなげていく。いや強いな。さあ左へ展開。さあヨータ頑張れ。ヨータ抜かれんな。グローリー、グローリーどうする。オッケー、残ってる残ってる。さあグローリーからここは井出口さん一旦預けますね。井出口さんどうする。一旦いつきへ。さあ金森、マイケマイケ頼む、前半で1点返してくれ。井出口さんからミヤ、ここでねスピードダウンすっちゃうからね。コンちゃんがだいぶ打ち取ってますね。井出口がボールを回す。ここはなかなか前に出せないですね。なかなか前進できんね。グローリー。さあ、ヨータ。ヨータパスが短いって。ヨータ。ヨータ集中。パス短いよ。出口さん、怪我するって危ないよ。さあ。出口さん怪我せんでね、マジ頼むよ。大丈夫け？さあちょっとやばい、3点目はやめろよ、3点目はやめろ。大丈夫と？なんかお父さんがバイクで転んだって笑え。だっけアビスパに失点するって。お父さんがバイクで転ぶて。さあセカンド、さあ設定、こんちゃんには通らないか。いけるか。さあ金森詰めろ。
いやパスが綺麗に通ってるな。井手口さん残せ残せ。オッケー、ハンド取った、ナイス。さあ追いつけるか前半で。さあ奈良ちゃん、これ一旦預けますね。グローリー、いやーなかなか前にボールを持っていけんな。さあここ山岸を走らせる。ごめん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 。まあまあ悪意はない。大丈夫な。あ、あ、怪我してないで。怪我はしない。あ、怪我はしない。そんなに気にしてん、絶対今0-2よ。あ、前で詰めたいね。前に詰めよう。片手日本。あ、やばい、大丈夫か。ギリ持ったね。全然9度までいけんな今日。どうした、全然前に運べてないやん今日。グローリーから、ヨータ。ヨータが今日調子悪い。前島くん頑張って。さあ、グローリーから。全然パス通らんやんけ。ミヤナイス。ヨー潰した。ファールない。ミヤナイス。出口さん、もう一回うまくボールを回してくれ。出口さん頼む。ここなかなかボール前出らんな、今日。グローリー。出口さんから、ヨータ。なかなか前にボール出らん。山岸がここまで、じゃ、舞ちゃんか、舞ちゃんかな。さあ、ここは。いつき狙ったんやろうけども。お父さんがなんかもだいてる。バイクでこけたみたいですね。最高。ヨータ GO。マリノスが応援大きいよ。やばいよ、せっかくこんだけ観客入れとんのに、まずいよ。あ、詰めろ詰めろ。花森が静かやな。テケシさん。OK、残した。舞ちゃんから入り口。オッケー、ギリ取った。山岸から。なあ。ディフェンスが回収するか。オフサイドか。サネトウがめっちゃ活躍してるんですけど。聞こえてないみたい、父さん。さあ、残り10分ちょいか。前半で1点ほど欲しかったけどな。シュート出てないもんな、まず。なんでこのワクワクしない45分は。ワクワクさせてくれよ、プリモコさんを。さあ、残しているが、奪い切るか。マリノスボールですね。タネトウが頑張っと、うわ、めっちゃ痛そう。うわ。さあ、残り10分ちょい。応援で負けとうよ。マリノスのが声でかいよ。やばいよ。いつき負けんなよ。いつき負けてない。オッケー。いつき負けんなよ。ただ中でファウルすんなよ。さあ、左へ変える。浮かせてグローリーがクリア。さあ、ここは、まだ残っているが、コンちゃんには取らない。ダメだな。セカンドも拾えてねえな。どうした今日のアビスパ。さあ。まあまあ、失点はもうしたらいかんよ。
応援負けとるで、ちょっと横浜の応援ばっか聞こえる。さあ、そう、失点するのが一番良くないからね。いや、もう1点取ってほしい、もう1点、1点返してほしい、せめて。さあ、山口、あー、キーパー正面か。あ、イエローカードか。うん、でもこっち遅いっちゃけ、言わんでよ。さあ、ここは高い位置から奪いたいですよね。オッケー、山岸通れ。あ、ここのシーンね、イエローカード。1分くらい遅いっちゃけど、こっち。あー、山岸もイエローやし。いや、そんなイエローほどじゃないよねえ。いや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 、今日はどう、今日ダメだ、今日ダメだ。ねえ、もう今日全然だ、ない。ね、そう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 、山岸があんだけ言うて珍しいよね。いやー、だってもう2点決められてるもんね。井出口さん、宮どうする、一旦蹴り出せ、誰か取ってくんねえかな、セカンド。オッケー、山岸。あー、こんちゃんには通らんか。ポンちゃんが今日なんかいつもより仲いとっとうけんね。なんかみんなもうちょい外に行ってると思ってるけんさ。ポンちゃんもうちょい外に張ってもいいんじゃないかと思うけどね。奪いきれ。まあ、タッチはあれやろうな。ポンちゃんも、はぁ、もうタッチねえやろ。おい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 。出身。まずいね。グロリー、なんかおかしいよ、なんでみんな、ねえ、なんかグローリーにイエロー出たんだけど、なんでそんなみんな、なんか気持ちが入りすぎたの。ちょー、審判はぁ、おい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 、もう審判しっかりしろよ。おいおい、審判確認しろ、ベンチも、ベンチも確認しろよ。おい、はあ、な、どこに対してのイエロー、遊びがあるよ。いや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 、だけんイエローはおかしいけどね。いや、手当たって押してファールはわかるよ、そこまでわかる。イエローはさ、はぁ、はぁ、自治出場停止やし、はぁ、2試合停止、おい、ふざけんなよ。審判さ、審判さ、ちょっとか。おー、さっきも触っていたのにさ、コンちゃんがさ、コンちゃんのとこスローイン取られんかったしさ、もう最高に調子悪いよ今日。
もう何しよるんマジで。いいやんマリノス2点取って勝っとっちゃけさ、そんなうちらにイエローばっか出さんでもさあーって感じなんやけど。もう早よ前半終われ。OK 奪いきれ奪いきれ OK 通らんかー通らんかー。さあ気をつけて入り口ナイス4つついた。さあ折り返しは村上様キャッチ。さあ村上様いいキック頼む。山岸行け。あーお前それ吹かんのかよ。ねえねえ連敗きついしね。2万人ぽちねえ、せっかく2万人ぽちくならさ、試合ひどすぎるよ。もうサネツお前さ、サネツもうダゾーンも止まったし、で音出したらマイク入るんですけど、次に NHK だったらバンされるんですけど、今ちょっとブレポコさんダゾーン止まってるんで、ちょっと多分みんなより1分ぐらい遅いかも。さあここでセットプレー掴んでほしい。出口さん、さあどうする。直接狙ってきたー、惜しい。出口さんなら決めれたのに。そう、ギリポストやったか。そう枠の外やったか。なあ井出口さん決めてくれ。井出口さんレベルやったらちょっと決めてほしいけどな。やっぱなあここは奪い切りたいが、マリノスが残す。はい、グローリーさん。オッケー。ナイス。さあ、蹴り返す。誰かおる？山岸から金森抜けろ！抜けんか。前半2点取りたかったね。オフサイド。いやー、前半で1点追いついてくれんかな。守備軽いよ、どうした？さあ、いつき。いつき残せ。いつき残せ。オッケーオッケーオッケー。いやー、頼む。前半で追いついてくれ。追いつくか、1点取り返してくれ。あー全然甘いやん今日パスが。そう合ってないよ、どうした本当に。さあここふわっと浮かせて反らしますね。宮抜かれてる、まずい。宮戻れ。井出口さんかける、ナイス。あーやばい。舞ちゃん起きて。危ない危ない危ない。舞ちゃん起きた？大丈夫か？アビスパどうした今日？全然ダメじゃん。2万人も入ってるのに。2万人は入ってないけど。ちょ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 。危ない危ない。2万人入れようっていう今日試合なのにさ。グローリー負けんな。
クローリー、オッケー、ナイスナイス。いいね、ナイスナイス。よう体入れた、ナイス。村上様キック、1点返してほしいな。さあ、突き落として、あー、金森、金森大事にいけって。おしゃれなパス戦でいいけん、大事にいこう。テケシ頼むよ。なんもいいとこねえな。45分、オッケー。山岸ゴー。さあ、いつき一人か。いつき一人でいける？こんちゃん、ちょっと乱れたか。おい！あ、取らんのかい、それ。出口さん。奈良ちゃんから出口。なあ、また下がるなあ。オッケー、山岸。さあ、いつき縦に持っていってくれ、山岸。さあ、誰でもいい。横横横。そう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 。舞ちゃん、こんちゃん、打て！ブロック！まあまあ、いい、ナイスシュナイスシュ。悪くない。さあ、グローリー浮かせる。弾いて、いつき拾え。いつき拾って、仕掛けろ仕掛けろ。いつき仕掛けろ。でヤマギシ！ファールかい、しかもファールかい。どこファール？いや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 。カナモリ、カナモリ何してんねん。あー、ダメだ、今日はコメントが出てこねえわ、ブリボコさん。終わりかな。もう話すことはない。話すことはないよ。なんだこの、なんでこんな観客入れてるのにこんな試合するんかね。もう、守備が軽い。最近さ、失点が早すぎやしませんか、マジで。本当に。大丈夫ですか、そんなデルファンカップ大丈夫ですか、本当に心配になってきた。心配になってきた、デルファンカップが。やばいね、ちょっと。やばい。ほら、プリポコさんもコーナーになっちゃうよ。いやー、もう。コメントが出てこんわ。マジでもう辛い。ねえ、ワンチャンで決めてきたね。決定力の差が出てしまってますよ、決定力の差が。マジでやってんねえ。おー、しんどしんどいよ。大丈夫、本当に。国立ルヴァン
ルヴァンいけるか。まあ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 後半見ていきましょう。後半ね、後半できっとなんとか作戦立て直してなんとか同点までいってほしい。もうあわよくば勝ってほしいけど、まあそんな高望みはもう僕はしません。なんとかとりあえず引き分けてくれればもうそれでよしだ本当に。とりあえず次のルヴァンにつながらんとどうしようもない。さあちょっと後半、ほんと後半頑張ってもらおう。後半頑張るしかねえよマジで。さあこれは本当に後半どうなることやら。いやー中山筋肉くんちょっとこれパワーが足りないっすよ。パワーが足りないっすよ。ビスパさん頼みますよ頼みますよ。言うとそんな売ったか。決定力の差が出てますよ。ポジション重なってんね。何が必要ですか。得点です。もう得点しかありません。はっきり言ってつながっ届きの全力しトラウマが本当にトラウマから抜けきれてない。もうやっぱね前線でうまくボールが繋がってないね本当に今日。あとやっぱセカンドとルーズボール、セカンドルーズ全然拾えてないから、もうそこがまずどうしようもない。そこでまずチャンスを作っていかなきゃいけないのに、そっからね拾いきれてないのが今一番足りないかも。そのマイボール、そのルーズとかセカンド拾えてくれればきっとそっからボールが繋がってシュートまできっといけると思うんだけど、今日ことごとくセカンドルーズボールをねあのマリノスに拾われちゃってるんで、ちょっとまずそこかな。まずは効果が持っても残念ながら後ろで待つ時間がちょっと長すぎたね今日は。まああとは前線での崩しどう崩していくかっていうところですよね。全然前に行けてないもん。高いけどね、前に運べてないよね。そこなんよな。なかなか効果的な攻撃にはできませんでしたね。すげえな。マリノス強え。シュート2分の2、えぐいな。出口さんが相変わらず出口さんがめっちゃ走ってる。
なんでこうなっちまったんだ。やっぱホームやけ青い服がいっちゃない、やっぱここコンちゃん振り抜いてもよかったけどね。前半の入りは良かったけどね。相変わらずいつも入りだけはいい。入りだけは気づいたら入ってたよね、マジでぬるっと。奈良ちゃんが触れればな。もうハイライト見るのもしんどいわ。ハイライト見るのもしんどい。なんか今日守備軽くね。守備軽いよ今日。グローリー全然ついてないもん。今日も4失点したら笑うけどね。これ出口さんね、枠内入っとけばな。流れすんげえ変わったんだろうな。いや、まぎしどうもっていらっしゃいませ。よかったら行かせてね。どうもどうも。ゲット取ったけど行くのこうかね。いやそもそもなんかもうね、川崎マリノスこんだけボコボコにされてるからね、もう誰がいてもね、これ国立の怖い。しかも相手浦和だからね。こんな調子が悪い中さ、浦和の雰囲気でさ一緒戦うのもさ、しんどいと思うけどね、なかなか。怖いね来週怖いね。後半、これ後半逆転したらもう殺強もんだけどね、マジで。ちょっとゆっくりしましょうかね。あれ帰ってきた。帰ってきたぞ。もうダメ。ん？ダメ。パパが心配です。完全ボトルじゃねえわ。もう配信中やけど、もう配信どころじゃないよ。もう0-2で。は？え？負けたわよ。どう？0-2よ、0-2。ロペス、ロペスよ。もうこっちは全然シュート打たんし、もう。よかった、マリノスがルヴァンの相手じゃない。ねえ、ウェリントンに頑張ってもらおう。間違いね、本当にそうだよ。ウェリントンにハットトリック決めてもらおう、マジで。後半覚醒する。先日ウェリントンで行こう、マジ。いやいや、家族会議、そう、家族会議中です、今。お父さん今バイクでこけたんですけど、ロペスに打ち抜かれました。うちのお父さんも。笑えねえ。ベンチメンバーに期待したいな、もうレイジュ。レイジュ、これでもうチームを作ってくれたらもうね、レイジュが間違いなく国立で覚醒するのがもうね、確定やから。ちょっと俺はレイジュに期待したいけどな。マジで。さあさあ、まあそんな感じでちょっと後半見ていきましょうかね。よし、ちょっと俺一旦ちょっと お茶取ってくるわ、お茶。ちょっと待っとって。
はい、戻りましたということで、5点取って100点5点はやばいな、せめて4点にしよういやー、個人的にはここレイジュが爆発してほしい。レイジュが爆発したら多分ね、ルヴァンでも国立できっと爆発してくれると思うんで、個人的にはね、レイジュに来てほしいかな。まあウェリントンでもいいけど、もう誰でもいいできればイデグツさんのミドルが見たいけど、もう誰でもいい、誰でもいいから決めてくれ、もうグローリーでもいいから決めてくれ。うちのお母さんは村上に決めてほしいとか言おうけど誰でもいいにも程があるだろハセカンは、ハセカンは見れない。さあ気持ち切り替えていきましょう、福岡。ねえ、サネトウが活躍してるんですけど。母さんがムカつくって。サネトウが暴れてます。今日、ジョコさんベンチいるんじゃない?確か。いなかったっけ?おるよね。ジョコさんおるって。ちゃんちゃんちゃーん。ちゃん。ちゃんちゃんちゃん。ちゃんちゃんちゃん。ちゃんちゃんちゃーん。交代はない。さあ、後半、マリノスからのキックオフですね。どうなることやら。でも、マイティバックの調子がね、あんま良くない。ゴールキーパー決めるのほんとかっこいい。確かにな。キーパー決めたらかっこいい。ジョーゴ決めたら雰囲気良くなる。それは間違いない。またセットプレイ大事にいこうな、ほんとマジで。俺はもうずっと言うけど、こういう辛い時こそセットプレイが大事になってくるから、ほんとに。そうそう、1点取れば。ジョーゴ選手決めてほしい。よし、じゃあジョーゴに決めてもらおう、今日は。やっぱ1点決めればね、やっぱ雰囲気変わりますからね、こんだけサポート入ってますから。さあ、行こう行こう。そうね、マリノスに引き分けにして、ちょっとマリノスにがっかりさせてやろうぜ。さあ、行こう!ファイト!レッツゴーレッツゴー!ということで、ここから家族にも頑張って実況していこうと思います。よろしくお願いします。なんこれ?弁当のやつ?いや、今渡されても困る。さあ、後半に終わりました。さあ、マリノスキックオフで再開です。さあ、ちょっと元気出していこうかな、そろそろ。そろそろ本気出していこうかなぐらいのなんか感覚で言おうけど。さあ、裏抜けてグローリーが実家です。後半、セカンドルーズしっかり拾っていこうな、とりあえず。さあ、グローリー。グローリーから、こんちゃん。こんちゃんどうする?谷出口さんからヨータへ。こんちゃんが高い位置取りますが、ここはヨータはちょっと前に出せないね。さあ、グローリー。グローリーが縦に一本入れる。さあ、山岸を狙って、落として、いつきが出てくるが、これは取らない。ただ、ここはまだ、マリノスがボールを持って、ここは、ファールですね。いつきが手使います。まあ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 。まあまあまあ。マリノスのリーグ優勝邪魔するそう。マリノスのリーグ優勝邪魔する回でいきましょう。引き分けにしよう。もうあわよくば逆転勝利。あわよくば逆転勝利を。これで逆転したらもうマジ神回やけどな。神回どころかルヴァン勝っちゃうよ、国立。なんかマリノスの方のファールはすぐ吹くよな。おい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 。おい。さあ、マリノスのボール。さあ、ボールが入る。さあ、こいつき出てきますね。さあ、ミヤちゃん、負けんなよ。
ミヤちゃん負けんなよ。はい、打たせない。オッケー、ナイスナイス。さあ、コンちゃん後ろ来てるよ、気をつけて。さあ、一旦ヨータに預ける。ヨータからここはコンちゃんへ通りますね。まずい。マリノスボールです、しかも。コンちゃん頑張れ。さあ、サポーターの応援がまた大きくなってきた。いいよ、この雰囲気で行こうぜ。抜けたらまずい、抜けたらまずい。もう3点で入ったよ。マジか。もう、ダメだ。大丈夫か、国立こんなんで。なんか守備軽いよ今日。守備軽いってどうした。ほんと決勝マリオスじゃなくてよかったね。マジで。もうこんだけ観客入ってボロ負けすんなよ。ファンおらんくなるね。今日来たにわかファンみんなこんくなるね。ちょー、ダゾーンも止まったし。ちょっともう、ごめん。何も言えねえ。何も言えねえ。もう雑談する今から。雑談しよっか。どう ?3-0 から話すことないもんだって。ない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 、なんか俺が出そうと思ったらで、なんかまた荒れてんだけど。ないない、ごめん、ちょっと今出そうと思ってて見てなかった。誰か説明して、コメント誰か教えて。今出そうと思ってて見えなかった。あ、リプレイ来た、グローリーね。ん?ここで?どっちのファール?あー、ここファールなかったのに、グローリーの時はなんでファール取るんやっていう。山岸がブチ切れてるわ。もう、もういや、山岸出していいよ、もう。もう山岸出そう、もう。山岸さん、ちょっともう今日きついっす。もうレイジュでいいんじゃない?今日はもう。はい。山岸がもうブチギレですね。山岸がブチギレてます。もう山岸出していいよ、もう今日ダメだ。もう、もう。まあさ、マリノス全然カード出さんやん、マジで。なんなんていうくらい俺らにカード出すくせにさ。もう山岸今日きつくねえか。うん。山岸のイライラ止まらんね。山岸決めるのが一番いいっちゃけどね。山岸が決めるのが一番丸こ染まるんやけど。
ちょっともう山岸早めに変えていいと思うけど、もう俺レイジュ見たいし、もう3点差やし3点差やけ、もうさ山岸休ませてもいいんじゃない？レイジュでもいいと思いますよ、プリポコさんは。さあセットプレー大事よ、中でファールすんなよ。さあセットプレーね、パワーが足りてないよね、筋肉の。さあこんちゃん入れてきた、キーパーパンチング直接狙ってましたね。さあ奈良ちゃん回収、さあ一旦キーパーまで戻します。村上様蹴り返す、村上様もったいないよ。いつきのオフサイド、そうなんや、山口あと1点なんよな。そうそう、頑張れアビスパ、1点を取ろう、1点は取ろう。ライン割ってマリノスボール、いやーもう実況も静かになっちゃうよそりゃ。1点決めれば流れ変わると思うけどさ、1点決められてしまったもんね逆に。 OK、 いつき前向け、いつき前向け、ゴーいつき、いやいつきそこスピードアップしようぜ。さあいつき前、前向けいつき、そうそう、いつきどこにパス出してんだよお前。でもパスが全然通ってないね今日は、ダメだ。 OK ずれた、うん、ついてはいるんだけどね。さあここはうまいね、やばいね、引っ掛けた、オッケー。さあ前島くんやり返せやり返せ、いやここで前に行きたいんよね、こっから前を向きたいんだけど、なかなか前向けないのが今日のアビスパ。交代はまだやね。いや、交代っぽい。もう、パスが合ってないって。ウェリントンと、金森と変わって、ウェリントン。お、亀ちゃん来た、カメちゃん開幕以来だよリーグ戦ね。もうベリ頼む、よしよし。さあここ倍切れ、オッケー。さあここマイちゃん頼む、コンちゃん通れ、おーい、今言ってるでしょ後ろから、審判全然流すやん。アイドマイ。審判が全然見てくれんね、今日。今日は審判に頼っちゃダメな日ですね。審判どうしたね。審判どうした、審判どうした。さあ、残して。こう、奪いに行きたいね。こうグローリー釣られるとまずいかな。オッケー。引っ掛けた。グローリークリア。さあ、ウェリントン残してほしいが、やっぱ今日セカンド拾えてないのかな、コンちゃん。さあ、前島くん行け。コンちゃんも抜く。いいよ。そっから前にボールが向かんのよね、今日。福神穴も悪くないのに、草。音危ない。さあ、コンちゃん浮かせる。山岸の、ここは胸で落とす。いいね。さあ、コンちゃん抜きます。いいよ。さあ、ここはウェリントンにシンプルにあげるが、誰もいない。いや、カメちゃん。カメちゃん勝負！なあ、真正面！
真正面か。まあ悪くない、悪くない判断やけど、もったいないな。悪くはない、悪くはないけど、この状況やから決めきってほしいな。正直前半の開始やったらまあ打ってこう打ってこうってなるけど、もう 0-3 で負けてたからね。正直決めきってほしいよな。 OK。 あー拾いきらんか、やばい、崩されてる、気をつけて。はい、グローリー、中井様クリア。村上様どうした、みんなモチベがちょっとね、もうダメだ、みんなどうした、気持ちが、気持ちがな、気持ちがちょっと良くないよ今日。亀ちゃんね、惜しかったね、良かったんやけどね、キーパー真正面やったね。これあと30分見るのしんどいんだけど、しんどさあ入ってくる、ボール弾いて、もう一度コーナーか、どんまいどんまい。だいぶみんなプラストレーション溜まってんね今日。今日はこういう日ですね。たくさんさ、もうたくさん観客入れてこれかよって、本当に本当に。コンちゃんクリア、こっから拾いたいんやけどね、福岡は。いいよ、前島くんが左来た、前島くんが左に来たぞ。はい、グローリークリア、ゲーグローリーブロック、はい、ファールないよ。オッケー、さあ、ウェリちゃん前行け、ウェリちゃん前行け。さあ、みんな上がれ上がれ。入口さん、しっかりと周り見て。危ない。もう誰でもいい、誰でもいい、よろしいね、ほんと。誰でもいい。さあ、前島くんゴー、前島くんゴーゴーゴー、もういいよいいよ、運べ運べ。おいしさ。おいしさ。いや、そこ前に行っていいって。さあ行け、亀川。こんちゃんもいるよ。さあ、こんちゃんに預ける。OK、当てて、もう一回スローイン。いいよ、いいよ、いいよ。頼む、1点決めてくれれば雰囲気変わるって。1点決めれば雰囲気変わるよ。さあ、亀ちゃん左に来ましたね。さあ、前島くんのスローイン。こんちゃんが。前島くんのクローズは中途半端になってしまった。さあ、亀ちゃん拾って。山岸が左に広がる。さあ、出口からここは亀ちゃんが中に入っていく。左自利心やな、なんか。出口さん。ほら、サポーター、おいさん言ってますよ。オッケー、ミヤ、いいよ、そういうの大好き、俺は。さあ、前島くん。クロスが上がらんか。頑張って、頑張れ。オッケー、グローリー。グローリー。やっぱグローリー。グローリーじゃドリブルがちょっときついか。まあ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 、でもいい、いいチャレンジ。ナイスナイス。いいよ、リスク背負っても攻めていく。こういう姿勢が大事。うん。これ。ナイス、入口さん、入口さんから行け、亀ちゃん。ウェリントンの枠の外。悪うない。悪くないけど。悪くないけど決め切ってほしかったな。ウェリントン、ウェリントン、君なら決めれるよ。これを続けようね。決定率、アビスパの決定率、
ッケーいいよ、引っ掛けた引っ掛けた、もっかいもっかい、グロリー、オッケーグロリー、いいよ一旦付けていいんじゃない、うまいねーこんちゃん、前島くん残して、オッケー残した、最出口さんからこんちゃん、狭いエリアをパス交換していくが、これはこんちゃんが奪い返す、出口さんが残している、グローリーがここまで来てますね、そうね、国立に期待できる材料が欲しいね、危ないよ、奈良ちゃん怪我させんでね、さあ行け上がれ、亀ちゃん仕掛けろ仕掛けろ仕掛けろ、ミヤがここを抜けてくる、ミヤ追い越してきたよ、ミヤ使ってって亀ちゃん悪くないけど、こんちゃん壁川がここまで来た。オッケー、ナイス。なあ、井出口さん。いいよ、いい。このタイミングでもう行くしかないよ。行こう。ミヤがあそこ抜けてきたけん、ミヤでもよかったと思うけどな。いいよ、亀ちゃんがいい。良くなってはいるけどな。遅い。もう3点食らってるんよ。良くなるのが遅くなりすぎた。1点決めろ。1点決めれば何か変わる。おい、ウェリントン押されたぞ、審判。審判マジでクランクで今日。ベリちゃん生きろー、大丈夫かベリちゃん、気がせんでよ、あベリちゃん走らせられます、いいね、乱れろ、乱れないか、いや乱れだ、村神様これは残すね、ジャッジリプレイ、ジャッジリプレイ行きゃもう嫌だよ、感動、はあ逆にそれファウル浮かれるんかい、もう山岸呆れモード入ってるよ、呆れモード入ってます山岸さん、じゃあ、ウェリのあのシーン吹けよ。いやー、0点のまま終わってほしくないけどな。オッケー、バッター!こんちゃん!悪くない。悪くない。さあ、後ろから回してもしゃあないぞ、山岸ここ背負いたかったけど、まあまあ残した、いけいけ、さあ山岸、さあここウェリントン抜けろ、耐えた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 、オッケーオッケー、前島くんが来た、こんちゃん奪われんなよ、オッケー耐えてる耐えてるけど、クロスまでいけない、クロスまで行こうぜ、あシュート全部正面や、亀ちゃんの山やけど、やっぱウェリントンみたいな選手が必要やね、やっぱビスパには、さあ舞ちゃんナイス落として、井出口さん OK、 こんちゃん井出口さんギリ足伸ばす、さあ舞島くんやっとテンポ出てきた、遅いよ、さあ出口さん
ここは誰もいないが、コンちゃんがもう一回ここは持つ。コンちゃん揺さぶって右で上げる。カメちゃんには届かない。さあミヤが詰める。ミヤが詰めます。ミヤが詰めます。さあミヤ戻れ。ナナちゃんナイス。1点取ろう。このまま終わったらちょっと国立怖くなってくるよマジで。さあこんちゃんからいいよ。前島くんいいクロスをくれ。じゃあ悪くない、悪くないけどな、スイッチ入るの遅いよアビスパ。アビスパ遅いよ。仕事行ってらっしゃい、頑張って。このテンションで仕事行くとしんどすぎるやろ。あウェリー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 。あこんちゃんいいとこ入れてくれ。あ入れてきた、はじいてグローリーファルスだよ。すぐファール引くな。マジでさ、マジで俺らばっかさファール引かれるくね。なんか引かれるね。ああああ。あのもう1点ぐらい決めてくれよマジで。1点ぐらい決めてくれよ。あと20分。せめて1点取ろう、ほんと。せめて1点取ろう、マジで。こうか、スピードに弱いな。あ、出口さん、引っ掛けたけどな。OK、抜けた。さあ、宮が切り入れる。そらして、山岸からウェリントン。ウェリントン誰か。いや、ファールないんかい。1点取ってくれ、マジで。1点取ってくれよ。さあ、セカンド。ウェリントン。OK、マイボー。ウェリちゃん頼む。1点取らんとやばいよ。1点取ってくれ。舞ちゃん。いや、山岸から前には取らない。OK、ファールない!おぉ!もう、ダメだな、今日は。ダメだな。監督切れてる。切れてますよ。こんなんでルマンいけるのか、国立いけるのか、大丈夫かアビスパー。オッケー、ミヤ弾いた。ライン割って福岡のボール。カメちゃん悪くないけどな。ラミヤから奈良へ。グローリー。アイファールでーす。
それ流したらマジ切れるぜ、マジで。それ流したらマジで切れるで、俺。さあ、みやちゃん。アメカ。ねえ、もういいよ。レイジュ使おうぜ、レイジュ。ほら、右空いてるよ。前島くんが空いてるよ。そう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 。前島くん仕掛けろ。今日呼吸が合わんねー。ミヤ。今日呼吸が合わんね、前線マジで。ねえ、もう交代切ろうぜ、マジで。もう 3-0 やしな、正直。もう行っちゃっていいと思うけどな。さあ、セカンド。さすがにね、さすがにそれはダメですね。グローリー。さあ、こんちゃん、こんちゃん来ましたよ。あ、勝負勝負。あー、山田持ってる。こんちゃん耐えろ。あー、取りきらん、奪いきらん。オッケー、誰もいなーい。グローリー、グローリーからウェリント収まる。コンちゃん、なあ、さっきからキーパー正面ばっかやな。もう情報でいいんじゃない。合わせるだけやったらコース飛ばそうよ。あー、1点取ってくれ。こんだけサポーター入れて、これはちょっときついぞ、さすがに。グロリないよ、ないよ。グローリーがめっちゃ前に行ってる。さあ、ゴール前に入ってくれねえかな。下げてもしゃあないよ。さあ、残らん。いや、交代切ろうぜ、マジで。もうやっとレイジュ来た。遅いよ。あぶね、あぶね。早くレイジを入れたいですね。さあ、あんまり話すことがなくなってきた。グローリークリア。マレースの時間なりそうですね。ゴールキック。さあ、レイジュー。いやーいやいや、アルバン引きずるよこれ。0-3やったらちょっと引きずると思うね、俺。ルバンちょっと、セカンド。ウェリントン、
あ、釣るのがワントップか。ウリントおじちゃん走る、いいね。さあ前島くん負けんな、ライン割れ。まあ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 、ね、最近失点多いよな、マジで。どうしたってぐらい失点多いよ。守備軽いよ今日マジで。もうプリポコさんも今日は静かです。きついってこの流れでルヴァンは。ナイス出口さん、奪いきれ。レイジュいけ、レイジュ自分で言ってんやで。お前はそう、レイジュおい、はぁ、もう審判呆れるってね。いや、1点取ろう、1点取らんとほんと引きずるよ、これ。OK、ついた、ついた、いいよ。どうしたね、ほんとどうしたどうしたどうしたマジで。OK、奪った。さあ、宮ちゃんが広がる。亀川も抜け、亀川抜け、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 抜け。いいよ。あーもうミヤちゃん、中途半端なボール、パスか自分で一回ようわからんボールを出してんじゃないよ。さあラインコントロールして、はい奈良ちゃんクリア。さあミヤさんからグローリー、井出口さん、さあ山岸、さあ亀ちゃん行け、亀ちゃんね。みんな疲れとるんかね、ね、ほんとよ。さあ、奈良ちゃんも出てきます。玉木後ろ来てるよ。大丈夫。ちょっと舞ちゃん大丈夫？さあ、中入れ、中入れ。1万3000か。今日1万3000だって。やばい、ウェリントンぐらいしかワクワクするのがないっちゅうけど。1万3000入ってこれですか。しんどいよ。出口さん触った。もうジョーゴ入れてくれってね。ね。いやー1点取ろうマジで。ルヴァン引きずるで、トランと。さあもうマリノスも焦りませんね。はいグローリー、おい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 、グローリーさん危ない、グローリーさん気をつけて。レイジュ残した、惜しい、レイジュ。最高。
いいよ、繋がってる繋がってる。はファールない、はない、はは、あ、それないの、はは、はあ、いや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 、いやいやいや、ウェリーはないとしても山岸はさ、いや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 、これ流したらブチ切れたよマジで。マジで頼む、1点くれー、1点くれーくれーってもう言う、1点くれー。でも今日の審判は PK にしないと思います。今日の審判はノーファールと判定しそうです。でもギリトドっぽい気はするけどね。多分ギリ外っぽい気はするよな。微妙、微妙やね。ギリ外っぽい気はするな。でもなんか、ギリ外っぽい気はするけどね。いや、外だわ、外だわ。もう今日ダメだ。審判さ、しっかりさばいてよ。あれやりまくってん。これもう絶対さ、ファールない。ノーファールやん。もう投げんよ。まあ外っぽい気はするけどね。不審めっちゃ困ってる。不審がかわいそう。いやギリ外。もう主審が見りゃいいやん。もうあれとなら長くなるやん。本当よ、3点取った時1点ぐらいちょうだいよ。ねえ、させてよ。もう山岸蹴る気満々や。どっち審判、ちょ、お母さん待って待って待って、ないないファウルもないの、フリーキックぐらいくれよ。いや、フリーキックぐらいくれよ、ファウルくれよ。いや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 、カードも、え、は流すんかい、流した流した、流した、やってんな。
もう、なんも言えん。なんも言えん。ノーマル、いや、ノーマルはない。その、ピンキリがないかは、まあ、ちょっとギリ外な気がするけど、わかるけど、ノーマルはちょっとわからん。ちょっとわからんな今日マジで。いや外なの気はするけどさ、ファールないのはわからん。あ、おーい、おーい、審判、は、まあこれはファールないやろ。ここはなさそうやけどね。オッケー、ナイス。出口さん、カメちゃん、さあ浮かせて、ウェリちゃんが収めて、レイジュからウェリントン、タッシュから誰か打ち切れ、くーん、ちょっとまだ打ち切らんか。取り上げられたい。審判はジャッジリプレイに取り上げられたい。さあ奈良ちゃん落として、タッシュ、アッシもう選手も呆れてる。おー、見てる側も呆れてるよ。もうあれしたら長くなってもしんどいけどな。やばいな。上出るかね。もう山岸下げていいんじゃないもん。ベリーゴー。さあ残して、残すけど誰もおらんな。ウェリちゃん走る、あん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 オフサイドか。8分か、1点ぐらい取ってくれ。なんかでもこのまま終わりそうやな。ウェリー終え。山岸。ねえ。山岸に来てほしいけどな。タッシー、タッシー、オッケー、ナイス、カメちゃん、カメちゃんナイス。オッケー、カメちゃんナイス。あー、カメちゃんナイス、カメちゃんナイス、耐えろ、割れないよ。カメちゃんゴー。審判邪魔。さあ、前島くんが欲しがってますよ。前島くんが欲しがってますよ。前島くんが欲しがってます。オッケー。前島くんが欲しがってますよ。
前島くんが欲しがってますよ。ちょーもうこれでルヴァンしんどいって。ああ、喋ることない。よし、やっと前島くんに来たよ。ほら、前島くん出番ですよ。オッケー、いいね。出口さん中入れて。誰もいないけどコーナー。そう、頼む、1点取ってくれ。1点取らんとちょっともう国立しんどくなるよ。出口さんが蹴るんか。珍しいな。そう、今日珍しく出口さん切りまくってるよね。さあ入れていく。ダスティー。え、あった。うーん今日の審判誰だな。レイジ負けんな。ウェリントン走れ。オッケー、前棒前棒。さあ1点ぐらい取ってくれ。さあグローリー、レイジ収めて。ウェリントンに収まらない。カメちゃん猛ダッシュ。カメちゃん走れ。ナラちゃん、オッケー、ナラちゃんナイス。あぶね。危ない危ない。レイジュには収まらんか。収まらんね。まいちゃんナイス。さあ前島くん頼む。どうした前島くん、君ならもっとできるよ。さあ上げて、ディフェンスがクリア。ソーリー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 。サポーター死んでる。チーンってなってるよ。いやー、今日の試合は擁護できんぞ正直。審判もやけど。いやあ、足残れ。オッケー、まえちゃん。いや、ファールやろ、そらそらファールやろ。まえちゃんファイトー。ウェリントン通れ。なあ、収まれ。奪いに行こう、奪いに行こう。ウェリントン頑張ってるけどな。タッシーからカメちゃんには通らない。通らん通らん。いいよ、1点取ってくれ。もうえ、出身がマリノスを1位にしたいんだなと思うって。出身マリノス大好きか。グローリーも有給やしな。はい、カメちゃん、カメちゃん、進め、仕掛ける仕掛ける仕掛ける、もう仕掛けるしかないんやで。えい、もらい申した。ナイス。もう1点取ってくれ。なんとか1点取ってくれ。
これはさすがに合わせてくるんじゃない？これは合わせてくるでしょ。 OK。 誰か行け。ああ、今日一のチャンスが。気分よくはないね。終わった？今の反応絶対終わったやろ。まさかそういうこと？そういうことね。もう、トラウマ再び。ルヴァン大丈夫か？これ本当に。ルヴァン。ルヴァンやばいね。ちょっとルヴァンマジでやばいかも。ルヴァンやばいね。ごめん、もう話すことはないんで終わります。お疲れ様でした。